笠神様昔々、二木村で本当にあったお話です。村では毎日毎日雨が続いて、さっぱり止みません。何日も何日も降り続いて、田んぼは海のようになってしまいました。やっと晴れて水が引いたと思ったら、あたり一面の田んぼは泥だらけ。 これでは稲がすがれで米が一粒も取れなくなってしまう。案じた村人は何とか稲を助けようと田んぼの泥をすくって近くの沼に捨てることにしました。大きな桶へ泥を入れて何回も何回も運んで近くの沼へと捨てました。そうしたら、あれこれなんだべ 田んぼの泥の中に何かがあります。拾って開けてみたら、なんとぼろ布の中から小さな包み焼きの観音様が出てきました。なじょしてこしたらものがあるんだが、よくわかんねえけど、神様が舞い込んだんだっちゃ。村人たちは小さな祠を建ててお祭りすることにしました。 村人たちは毎朝拝んで観音様を大切にしました。するとその年は豊作となりました。ありがてえ、ありがてえ。また一生懸命拝んでいたら、ある晩、夢枕に観音様が現れたのです。私は城山大権現。 11月8日がお祭りだ「そういえば観音様がくるまれてた布があったんでねが?」。思い出した村人たちは観音様がくるまれていたボロ布をきれいに洗ってみました。それはただの布ではなく「文政八年11月8日」と書いたのぼりたでした。 村人たちは驚いてその日は赤飯を炊いてお供えしました。そしたら神様は喜んでまた夢に現れてこんなふうにお告げしました。麺こぐしてやっからね。村人たちはわけがわからないまま何日も過ぎてしまいました。 神様なんであんなこと言ったんだべな。村には一人のきれいな娘がいました。とてつもなく美しいものだから、大きな家にお嫁さんに欲しいという話がありました。ところが、どうしてかはわかりませんが、顔にも体にもかさぶたができて、かゆくてかゆくてどうしようもなくて、 たくさん書いてしまいました。そうしたら、痛ましいこと、きれいな顔が醜くなってしまい、娘はがっかりして泣いていました。お父さんもお母さんも心配で心配で、謎したらいがんべえ、と困り果てていました。神様を拝んでみたらなオっぺが、 めんこぐしてやっからって言ってたっけなそんな父親の独り言を聞いた娘は、藁をもつかむ思いで、傘を深々かかとかぶって、こっそり拝みに行きました。そしたら、なんと次の日には、すっかり元のきれいな顔に戻っていました。神様、白山大権現様、ありがとうございます。 娘は喜んでお礼に人形を作ってこっそりお供えしました城山大権現はいつからか「かさぶたの治る神様」と伝えられるようになり人々が時々こっそり拝みに来るようになりました今でもふたきのかさがみにはほこらがあって 笠神様と呼ばれています。かさぶた。できたらあんたも拝みに行ってみ。さい。なおっから。はい、これで終わり。